はい、皆さんこんにちは、ニカミックスです。ガンダムブレイカー4、やっていきます。ちょっとアセンを確認していきましょう。結構ね、変えました構成を。まあガンダム系というか連邦系の装備に今回はしています。頭がガンダム X、 ボディがフォースインパルス、右手がジム3、左手がブラストインパルス、足がビクトリーで、バックパックが V2、 これですね、ミノフスキードライブ、光の翼で、まあ、火力的な問題で、まあ、ビームライフル、ガンキャノンつけて、あとちょっと連射系のやつを使ってみたいと思ったんで、左手がメガガトリングガンで、やっぱビームサーベルが使いやすいと思うんで、レベル7のバジュラビームサーベルで、左手とりあえず今回どうしようかな。やっぱりちょっと強いやつ、あ、そうそうそう、こうなんでレベル高いやつ持ってるのかっていうと、前回斧で無双しましたけど、あれだ、ハードコアあのモードを1回クリアしたんで、多分それでね、レベルの高いやつが手に入ったんだと思います。ヒートホークちょっと左手に持っておこう。でシールドがディフェンスプレートで、これはダブル X のあれかな、プレートかな、なんかそういう紹介どっかで見れるのかな、ちょっとわかんないけど。でシールドビット一応つけておいて、これ書いてあるよね、ダブルをケルティブで、ミノスキードライブつけてるんで、光の翼が使えるようになってますと。オプションがなんかあんまりないんだよな。まあ、シウスって要はバルカンでしょ、まあ、どうだろう、一応ちょっとミサイルポットくらいつけとくかっていう感じでいきましょう。この編成で今回はやっていきます。ミッションカウンターです。でモード的にこのクエストをちょっとクリアしたんですよね。まあ、5つあったんで、結構ね、いろんなウィング系とか出てきてましたね。でストーリーもだから、チャプター1の1三角で、カジュアル、スタンダード、ハードコアが変えられるんで、ちょっとこれのハードコアをクリアしたんで、1回結構苦戦しましたね。まあ、それで強いパーツが手に入ったんだと思います。もう何もらったか忘れちゃったけど。というわけで今回はチャプター2からやっていきましょう。スタンダードで OK。 いや、かっこいいね。やっぱり V2 の光の翼がかっこいいよね。さあミカミックスいきます。両機はもうずっとこいつらだな。やっぱりちょっと待って、線は出るか。いや強っヒートホーク強え、マジで。振りがでもやっぱ使いやすさ的にいくとビームサーベルの方が、まあ、使いやすいよな。ビームサーベルで2発くらい差し込んで、斧で強っ。これ誰だ、ガードしてんな。ほら、ちょっと二刀流の、これ誰、何こいつ、ちょっと待って待って待って、また意味不明が出てきたな。これなんかレア系なのかな。倒そう。でも結構それなりに強いと。まあ、あ、なんかすげえ加熱に入った。ハグレメタルとは言わないけど、そういう立ち位置なのかな。おな、これマシンガン、まあ確かに連射速度はあるけど弱えな。だってさ、13ずつ与えて1300でしょ、この切り一発が。 DPS が全然違うな。まあ、ヒットコンボをつなげるのにはいいか、こういう時にめちゃくちゃヒットコンボ上がるし。こいつ何やってたよマジで。 SS よし、次行こうか。まあ、スタンダードはまあまあかな。あのハードコアの武器のパーツがあればスタンダードかなり無双できるからな。クエストモード5つやった時も、あのヒートホークと、あともう1個の方の強いやつでもうどんどんぶん殴って。さすがは高難度ミッション。
手強い敵ばかりやな。そんなことはない。俺のこれならボスはどんだけ強いんやろうか。俺の方が強い。あ、イベントラグみたいなやつ。なんや今の。ほら。確か前にもこんなことがあったよね。でも他に異常はないみたいだし、今はミッションに集中。1,2,3 からのドン。この叩きつけが強いな。1,2,3 ドン。でその間にちゃんとビームライフルとかも差し込もう。ってかめちゃくちゃ余ったな。いけアンデリブ。で光の翼使ってないな。ちょっと光の翼難しいんで扱いが。マジどっか飛んでくから。端っことかに追い込めばいいのかな。さあバサゴ、普通のバサゴか。チェストブレイクにはなってなくて体操作を使う。待って待って待って、どこへ行く。ドーン、1,2,3のドン、1,2,3の倒したか。いやーやっぱりアックス強えわ。だいぶ EX ゲージも残ってる状況で、まあとりあえずシールドビットのファンネル系はばらまいとくのが基地かな、使えるときに。でもでかい敵だったら光の翼当てやすいか。ああユニコーン欲しい。てかビームマグナムが欲しいって右手何持ってるんだよ。斧持ってるやつ。パーフェクトグレードはずるいで。パーフェクトグレード俺も欲しいんですけど。光の翼を使う。おいいじゃんいいじゃんいいじゃん。ちょっとどっか飛んでったけど。ドーン、ほら、ここが光の翼だ。どうなの。あー、どっか飛んでっちゃったよ。ほんと扱いが難しい。あ、なんか使ってんな。痛いです。しかしゴリオスでね、ハードコアね、やっぱね、そうはいかないんだよな。今めちゃくちゃゴリオスしてるけど。もうビームマグナムか。かっこいい。っていうかまあゲロビになってるからいまいちわからんけど。倒れた。よし、いけ。ダメ、いくつ当たってるマジ。 なんでこう戻ってきたの。俺のなんかあれが悪いのかな。レバーの入れ込んじゃってるのか。ガードしてきたか。これめちゃくちゃだよな。痛いですけど。飛んでった。距離を取っていって、あ、これは結構食らうな。緊急離脱にいいかもな。でもピッと展開して一回回復しとくしたもんね。リビアキット一回足倒したいんだよ。そう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 。で光の翼。やっぱり俺レバー入れ込んでたな。こうやっとけば自動的にまっすぐ進んでくれるわ。倒れた時にいいな光の翼は。ちょっと何向こうも突進技使ってきたな。いやいやいや、もうおマグナムちゃんと回避してからの光の翼。ダメだ。あ、ここだ。ここで光の翼を使う。なんか拍子抜けだったね。まあ強かったけどね。この程度なの。あ、一応これまだベータテストやし、不具合とか画面がおかしくなったりもしてたし、だとしたらちょっとがっかりだよね。ベータテストの割には、まあ、一応設定上ね
めちゃくちゃ楽しめてるよね。クリアしてみせるから。ドッグライフルクリア。金めちゃくちゃあるんだよな。レベル3か。レベル5。グレイズ系のやつが多いな。サブマシンガン。マシンガンやっぱちょっと使いづらいよな。あ、レベル6がある。ボディーパーツか。バルバトスルプス。接近戦に強そうだな。ただのイメージだけどね。レアが大事なのかレベルが大事なのかって言ったら多分レベルの方が大事だからね。ガンダムグシオンって、あっち系かな。鉄血のオルフェンズ。オルフェンズはな、GGN でしか知らないからな。ミッションカウンターです。では続いていきましょう。ミッション7、華麗なシーナ。薬と動画系が手に入るな。ファンネルラック右左。あのプラモのキット最初の時しか買ってないけど、あれってあれ料金は変わってる。私の期待は、あ、そうなんだ。全然ストーリー見てないから全部スキップしてるから、ストーリーなので前衛はお二人にお任せしますね。興味ない。オッケー、じゃあ後ろは任せるから。よろしくお願いします。さっきはつい流されちゃったけど、このミッションで確かめなくちゃ。なんか怪しい装備さんは。とはいえやっぱ敵ちょっと強くなってるよな。少し硬くなってると思う。あ、ウィンコーがいる。123、ちゃんとこれを決めよう。ドンで、ちょっと距離が離れちゃったらサブマシンガンで刺していく。ジェスター、あ、これクシャトリア。どこにいる、ちょっと待って、マジでどこにいた、誰これ。シナンジュ、いいね、かっこいいのがどんどん出てくるよ。これはローゼンズール。俺の敵ではない。ここら辺はドーム系か。ジオンの亡霊が、俺が引導を渡してやる。眠れ安らか。あ、そうだ、クシャトリアだった敵は。ちょっとすげえいいな、俺もあれやりたい。光の翼と一緒か、俺も真似るぜ。光の翼よりあっちの方が使えそうで、あっちと展開しちゃったよ。シンロビットでもまだ次のウェーブも多分持ってくれると思うんで。よし、ここまでは順調だね。ザク、なんだかいつもより戦いやすい気もするし。なんかストーリー的にあるのかな。初めてにしては連携を取れていると思います。私たち相性がいいのかもしれませんね。これマフィアになってるときはきっと否定はしないけど、ほぼないんだ。ちゃんと貫通させなきゃいけない。ガルマ、え、ちょっと待って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 、なんかまずこれドッグしましょう。届かん。ジム、アレックス78、ダサい。ちょっとヒット展開、倒した。お、ガンキャノン、お前のビームライフを使ってもらってるじゃん。ガンキャノンビームライフ別にね、強いわけじゃないからね。これなんだ、ゼータ系か。ちょっと絶痛みたいな色はしてるけど、パーフェクトジオングじゃね。足がついていた。完成したのか、ジオング。引っかかってるけど、こんなお前には光の翼。ちょっと待って、もう一回光の翼はめ殺した。いけ。もう角に追い込むと光の翼って強えな。一瞬だったもん。早い。これで片付いたから。次またボスエリアか。
とりあえずビット展開しとこう。ん？何これ？ちょっとわかんない。ネタがわかんないです。期待が出てきましたね。そうなんだ。俺には全く。え、ちょ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 、なんか殴った。ちょ待って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 。ああいう時はちゃんとガードをしなきゃいけないのかな。ストーン。これディバティか。ドン。硬いな。よし倒した。こいつを倒すのか。ちょっと元ネタが全然わかんないんだけど。ドン。このドンマジで。ライジングガンダムもいいのか。ライジングガンダムじゃね多分。ドン。この間にマシンガン当てて近づいてドンして。お疲れ様でした。いい戦いでしたね。早いな。ごめん。え？え？なんだ。実は最初ちょっとシーナのこと疑ってて。あ、覚醒使いになってるわ。でも一緒に戦ってみるととってもいい人だって分かったから。ミサイルも全く使ってないから。本当にごめん。この光の強さ気にしていませんよ。やっぱ動けない。ある程度は動けんな。私を楽しませていただきましたから。でビット展開して。今日は本当にありがとうございました。いや、やっぱりビームサーベルがこれでアックスこれだからな。まあ、レンジが短いってファンネルラック、ね、ファンネルラックどうだろう。ファンネルラックとシールドビットって両方いけんのかな。あ、チェーンマインのレベルが高い。無知。ちょっと待って、これあれか、完全にケンプファーのチェーンマインだな。レベル5か。ロングバレル悪くないかな。ジェスターはでもレベル4。ドライセンのユニコーンバージョンか。ローゼンズール、ライトニングがスーパーフミだ。ちょっと分かんないです。ジェスター、ユニコーン、レフト。あ、ガンキャノンレベル5。ビルドバーニングガンダムか。スタックジェガン。あ、ここもでもレベル6。レベル6くらいあるとレベル7。やっぱレベル7は欲しいな。こんにちは。キットはこちらになります。お、 G3 ガンダムてか全部1万円なんだね。そう、いっぱいあるんだけどさ、これ全部あれだよね、多分レベル1だと思うんだよな。チェックって、ああ、いっぺんに変えるよっていうことね。ビルダーズパーツはこちらになります。あ、なんか増えてる。アルフォルタスって何？アッツァムリーダー。バグじゃねえかよこれ。あのラフレシアのバグね。大型アンテナ。残艦塔左。え、すげえ増えてんだけど。ちょっと一個一個ゆっくり見たいな。これなんだ。あ、ジオラマ用のものね。へえ、あ、なるほど、そういうのも売り出してんだ。ジオラマか。こちらになります。ちょっとその前にこっち、アストラガンダムってなんだ、わかんない。で、イージス、あ、ウィングガンダムいいな。で、マークス X、ディバイダー、バーチェ、バサーゴ、エクシア、キマリス、キュリオン。ここら辺ちょっとわかんない。オルフェンズがちょっとわかんないんだ。オルフェンズ結構ガンダム系出てくるよね。クシャトリア。あ、なるほど。コマンドガンダム、SD。サーペントカスタム、いや、かっこいいな。ガンプラでもやっぱりなんか作りたくなってくるな、こういうの見てると。シナンジュ、シナンジュ作りかけなんだよな俺、あのガンプラ。ワンダー私だいぶ昔に買ってそのまま作りかけで終わったっていう。オーライザーがある。すげえいっぱい増えてる。すげえいっぱい増えてるけど、あ、ユニコーンがある。ちょっと買ってみようか。装備パーツすげえな。でもどうせ多分1なんだろうな。ありがとうございました。パーツレベルとか見れないのかな。これだ、さっき買ったやつ、ユニコーン。あ、でもレベル3だな。え、もしかしてこれもさ、ガチャシステムある、その買った時でレベルが決まるっていう。で、一番下までだからボディ行くと多分手に入れたじゃん。あ、レベル2だ。え、ちょっと何個か買ってみる。それで違いが出たら
ガチャシステムはこれレベル1だし、同じだったらまあちょっともうそういうパックなんだなって思って、多分絶対1じゃないっていうのも分かったからね。でビームマグナムよ、やっぱり違うぞ、ハイパーバズーカか。そんなに世の中甘くはなかった、一緒だもんね、レベル1かでも。ハイパービームジャベリン、あ、ビームサーベルのユニコーンめちゃくちゃ弱いけどね。でシールドも、あーあーこれか、アームドアーマー DE ユニコーン、あ、シールドユニコーンあんじゃん。でここがいっぱいある、あ、そうだそうだ、でファンネルラック、はあはあはあ、完全に被ってるけどね。ちょっともう一回ユニコーン買ってみよう。あ、でも今思ったらさ、その1個しか買えないとかありえるよね。1個買ったらもう売り切れになっちゃうみたいな、ああいう用順になってるから。あ、あるわ、ユニコーンガンダム買える。ちょ、もう一回買ってみよう。ありがとうございました。違う、物が違う、これびっくりマークついてんのが最新のものだから。やべ、ガチャシステムだ。これちょっと相当であれだな、あ、レベル1に落っこってる、上にしたいな、相当どうやってやるんだろう。まあいいや、それはちょっと後で裏方でやろう。レベル11、ダメだ、基本はでも1なんだ、たまにちょっと強いのが入ってるみたいな感じかな。あ、ここレベル2になってる、なるほどね。あ、ここのレベル3は結構レアだったんだな。とはいえあんまりこうレベルのものは出てこないね、当たり前だけど。あ、ビームマグナムあんじゃん、あれさっき入ってなかったこれもガチャ、そんなことある。いや、ビームマグナムかっこよさそうだな、ちょっとテストモードだけ見てみよう。どう、ちょっと意外にしょぼかった、ためあちら、ちょ、断速が早すぎてわかんない、もうちょっと重厚な音があってもいい気がするけど、うん、まあこんなもんか。これレベル8だな、120ミリライフルだ、これ左手にやろう。で右手はやっぱり普通のビームライフル系がいいから、あれどこ行った、物がありすぎてわからん。対物ライフルも強いけど、まあ、あ、これ120、180ミリキャノンじゃねえかよ、レベル7。あれどこ行ったうちのさっきまで使ってたビームライフルどっか行っちゃったよ。まあいい、わかんねえかな、これいいや。ミッションカウンターです。じゃあもう一個進めますか。これは誰だ、気合も十分やで。パオ、無理してる。え、いやいや、そんなことあらへんね。おお、待って、誰、僕はいつもこんな感じやし、変なこと言うてないで、行くで。ほら、リリンもさっき教えたこと試してや。うん、ここちょっと狭いな。あ、あっちに敵があるな。ここ大丈夫かな。敵が近づいてくるまでにさ、ゲージ減っちゃうよ。ドン、何ガードかける、ガードも対応するようになってきた。まあまだ全然ゴリ押していけるけど、あ、こっちの広いところに出た方がいいのか。ジンごとき、これアストレイか。ドン、何、ちゃんとガードしてくんな。
おお。フリーだ。一振りではないかな、ちょっと一瞬だけだったから分かんなかった。ドン、インフィニットジャスティスってことはやっぱりでも一振りか。あっ、これいいわ。うまそう。ほら、よし、一振りだった。ラケットビームサーベルか。ミッション達成や。だからマスターグレードとか確かに欲しいな。いきなり出てくる。リリン、ええ感じにスキルを使いとるね。あ、俺もそういえばベテランって何？え、覚醒のあれが、あれ俺左手引っ張るんかな。怪物ライフルってもしかして結構発動遅い。簡単に言うたら、経験を積んで知識も蓄えてる人のことかな。GP01 か。うわ、なるほど、こういう感じか。ちょっとバズーカに近いな、怪物ライフル。僕がベテラン。確かにな、火力としてはまあまあまあだけど、敵が来るよ。ぶっちゃけんな、言ってた方がいいから。やばいやばいやばい、これちょっと、うわ、気を取り直して続き行くか。ロストした。いけ、ドン。当たった行くぜ。当たれ。やっ、弾速と攻撃力だな。これアトミックバズーカ使ってくる。 GP02 出てきたりしたマジ使ってくんの核弾頭。ルール違反だと。うお、マジで使ってきた。超ルール違反なんだけど、それは南極条約で封じられてるはずだ。一体そんな頻発して使ってくる。飛ばせ、パネル。よし、倒した。アトミックバズーカどうなの、手に入れたら。まあ一発使ったら次のチャージまでが長いのかな。まあ、敵は結構連発して使ってきてるけど、ドン。ガードを崩すのがもうちょっとな、なんとかできないかな。ミッション達成や。ただゴリ押ししてるだけだからな今。これはまあネットワーク対戦で対人戦とかもあると思うけど、みんな対人勢ってどうなんだろう。ボコボコにされそう。まあ人というのも面白いよね。対人の PVP じゃなくて普通に PVE でアブサラス。みんなリリン、これさ、マジでさ、光の光線じゃない？なんで僕が出てるんだと思った？全然使いこなせない。お、痛い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 。知ってる。ミッションもいろいろやってきた。だから、ベテランだと思った。そうかな。お、メガディショー。その域に入ってたんかな。ピーってピーって突っ込んで。そうか。うん、そうやね、ベテランやね。ならうちのクランにベテランを入れる必要もないっちゅうわけやな。あ、そうか、クランとかも、ね、入ってないから。元気出てきた。普通のね、行くでみんな。そりゃまあ別に友達とやってるわけじゃないからあれだけど。ダメ、ちょっと待って、これ一回破壊したとこっても全然ダメージ通らなくなったよね。ガルスマサ、ガルスマサ、ハンドル的はね、ちょっとね、めんどくさいんだよな。ジャンプして、こう攻撃していかないといけないから。おー、返
返しだっけ、光の操作でもいいな、強い時は強い、使い方が難しいけど。アプサロス、よくわからず撃破。私たちの勝ち。ガーベラストレートバズーカ、今更ラケットのビームラーサーベル、あ、7レベルが上がる。ザクバズーカ、これも7レベルだな。あ、これも7レベルだ。あ、これも7レベルだ。結構いいのが手に入ってな。ストフリーは3レベルか。なるほどね。あ、レベル6対ビームシールドっていう感じです。ちょっと最初の方のミッションはなんかハードコアもいけそうな気がするんで、まあ、少しちょっとパーツを手に入れてまた次回やっていきたいと思います。というわけで今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。